はい、軽く。
ちゃったか。あちゃそれよりも本当に大丈夫ですか？頭打ったり怪我したところないですか？いつもはこんなことしたりしないよ。自転車だって友達から借りたものだし。でもね、すっごく当たる占いで言われたの。廊下を自転車で走ると運気が爆上がりするって。ここの廊下はいつも人がいないから行けると思ったんだけどな。打ちどころが悪かったとか。ちょっと、志保のせいじゃないじゃん。私らが無理やりやらせたから。私は山内よるの。千穂と同じく2年。文句は私の方に。それなら私も、同じく2年の宮下愛。千穂、最近運悪くてへこんでたから、元気づける方法探してたんだ。ごめん。
うん、わかった。よろしくね、くずみくん。てか、あんた見ない顔だね。あ、さては遅刻してる転校生って。え、何それ、マジ？寝坊したの？ほら、言うことあるならはっきり言えって。は？は？うぅ。マジか、お前すげえな。まあ、いろいろあったんだな、ということは分かったよ。そっか。クズミも運ないね。いや、逆にあるのか。おい！あ、やばっちよ。行こう。痛みとか出たら絶対教えてね。うん、もう絶対廊下を自転車で走らない。
クズミくん、またね。で、君は何をしてるんだ？ああ、そうか。んじゃ、早速転校生を紹介する。クズミ、よろしく。さっき聞いたぞ、学校間違えたんだって。初っ端からかましてくれんじゃん。マジクサなんだけど。
みくん、今日からよろしくね。よろしく、くずみくん。よろしく。よろしくだ。さて、そんな久住に早速任せることがある。今日この方が早くなれるだろう。それにお前一人、確か今日の日直担当は先生。車井さん、今日は家の用事で遅刻してくるって言ってました。そういえばそうだったな。クズミ、お前ならできる。みんなでくずみくんのことフォローするから。お、任せろくずみ、安心しろって。頑張ろ。よし、話はまとまった。ちなみにお、じゃあバシッと起立頼むぞくずみ。じゃあ次は黒板消しだね。あのね、チョーク置いてあるところのサイドを雑巾で拭いておかないと先生の服が汚れちゃうから。